すいません、 TBS テレビです。八村選手、よろしくお願いします。お願いします。今非常にメディアデーということで多くのメディア集まって忙しいと思いますが、バスケットボール以外で今リラックスするような方法って八村選手どのような方法でしてますか？まあ、今ちょっとまだアパートのこととかそういうので結構忙しいんですけど、まあ、ちょっと時間あるときは、まあ、僕、まあ、TV ショー見たりとか、あとビデオゲームしたりとか、あと音楽聴いたりってそういうことしてますね。朝日新聞の土佐と言います。よろしくお願いします。一つ確認なんですけど、もう主力のチームとすでに一緒の練習はもう始めてるのかどうかっていうのを確認したいということと、そうですね、始めてます。でそのサマーリーグのチームの練習から今その主力のチームの練習になって、気持ち的に変わった変化したことというのはありますでしょうか？そうですね、やっぱり、まあ、サマーリーグの時と比べて、まあ、顔ぶれもちょっと結構違って、まあ、僕も、まあ、特にこういうスーパースター、僕がテレビでずっと見てた、小さい頃から見てきたようなスーパースターの選手たちと一緒にプレーしてるってことが僕もすごい夢みたいに感じてて、やっぱそういう人たちからもやっぱそういう人たちの近くでやれることで僕もやっぱいろいろ学べるところがあるので、すごい楽しい、毎日が楽しいです。スポーツニッポンの杉浦です。よろしくお願いします。先ほどコーチからも八村選手も努力次第でスタメンのチャンスがあるという話があったんですけど、まあ、開幕からやはりスタメンで出ることにこだわりはあるのか、それとも少しずつやはり経験を積んでいきたいと思いもあるのか、いかがでしょう？それはまあやっぱチームというかもうコーチとかで決めることなので、まあ、僕はもう僕のできるだけのことをまあトレーニングキャンプとかその練習の中で見せて、まあ、僕はとにかくこのチームを助けたいというのはこの1年間の目標でやっているので、やっぱりそれがスタメンだろうがスタメンじゃないだろうがっていうのは僕にとっては別に何も、はい、ないです。共同通信の大坪と言います。ワールドカップを得られて、この練習のご自身のコンディションと、あと現在の練習でどういうことを主にメインに取り組まれているかを教えてください。そうですね、やっぱ、まあ、ずっとこの夏ずっと、まあ、ドラフトプリドラフトウォークアウトとか、やっぱりドラフトあって、まあ、サマーリーグもあってナショナルチームもあって日本代表もあってって、すごい忙しい夏だったんですけど、まあ、その中で、まあ、僕まあ、ずっとトレーニングあまりできてなかったので、まあ、この今中国が帰ってきてからはずっとトレーニング、ウェイトトレーニングの方に専念してやってますずっと。すみません、八村選手、たびたびすみません。今シーズンは八村選手をはじめグリズリーズでは渡辺選手、さらに マーベリックスで先輩の馬場選手も、挑戦してますが、ワンシーズンに3人の日本人が挑戦しているということは、八村選手日本バスケ界においてどのような意味があると思います？やっぱり意味は大きいと思いますね。やっぱり、まあまあ、ゆうたさんもそうですけど、まあ、特に雄大さんは、まあ、僕の本当中学校の時の、まあ、僕が1年生で入った時に3年生の先輩で、まあ、僕が本当にバスケ始めた時に本当に目標にしてた選手なので、やっぱそういう選手がとやっぱこういうふうに、まあ、NBA で対戦する機会があるかもしれないっていうのはすごい僕としても嬉しいことですし、やっぱこれからの日本バスケ界にとってもやっぱり、まあ、3人の NBA、まあ、明日来年もオリンピックがあるって中で、こう東京であるって中 で僕らも行くって決まってる中で、こういうふうに、NBA でこう3人日本人選手が出るってことは大きいことじゃないかなと思います。日本テレビの羽賀です。よろしくお願いします。まあ、開幕まで1ヶ月を切って、まあ、チームメイトといい関係を作っていくということが非常に大事だと思うんですけれども、ここまでの段階でこう誰か特に仲良くなった選手とかもしいらっしゃったら教えてほしいんですか？まあ、何人か、まあ、僕と同じ、まあ、年代の選手とかそういう人たちがいるので、そういう選手たちとはよく、まあ、絡んでますね。やっぱり、まあ、大学でできたばっかりだってところもありますし、やっぱりそういうところでやっぱり、まあ、その絡み方というかそういうのが同じようなところがあるので、はい、絡みやすいです。すいません、読売新聞の佐野と申します。サマーリーグや、まあ、その後の国際大会を踏まえた上で、今八村選手が、まあ、このチームでスタメンを取って活躍していくために一番磨いていかなきゃいけない部分というか課題、必要な部分ってどういうところだと感じてますか？まあ、やっぱこれからの、まあ、トレーニングキャンプで、まあ、僕がどれだけのできるかというところを見せて、やっぱりそういうところでやっぱり、まあ、チームと そのケミストリーとかそういうところもどんどん生まれてくると思うので、すごい楽しみにしています。このチームが変わろうとしている中で、八村選手がこう主力核となるような選手として見られていることっていうのはどういうふうに感じていますか？まあ
それはすごい嬉しいことですし、やっぱり、まあ、そういう、まあ、期待というところもあると思うので、そういうところはやっぱ僕もしっかりと答えなきゃいけないなというのも自分でも感じてますし、まあ、その中でやっぱり、まあ、チームでもやっぱりそんなに焦るような感じでさせられてないので、やっぱそういうところも僕としてはすごいやりやすいですし、まあ、これからも僕もちょっとずつ、もう本当始まったばっかりなので、やっぱちょっとずつこうチームでまたやっていってもこう今言った通りケミストリーとかも生まれてくると思うので、そういうところが僕としてはすごい楽しみにしてますし、これからのそういう、まあ、チームにどれだけ助けられるかってことを僕もすごい意識してます。すみません、たびたびすみません。まあ、主力の選手と会って、まあ、ご挨拶とかしたと思いますけど、まあ、なんか印象に残ってるその、まあ、そのプレイヤーからかけられた言葉とかをもしよろしかったら紹介していただけないでしょうか。まあ、やっぱり、まあ、今ジョンとかブラッドとかいるんですけど、まあ、そういう2人スーパースターがいるんですけど、まあ、そういう中でやっぱり、まあブラッドはやっぱりすごい、なんですか、このチームをすごいまとめる役を今してて、まあ、僕としてもすごいそういうところを見れて、まあ、いいなと思ってて、やっぱその理由としてはやっぱこう僕もそういう選手になっていきたいと思うので、まあ、そういう選手がこういう、そういう選手が僕がいたこう最初のチームにいるということは僕としてはすごい大きいことだと思うので、やっぱそういう人たちから、まあ、特に何か言われたとかは分かんないんですけど、まあ、そういう一つ一つの仕草とか行動とかはやっぱり見ててやっぱ違うなって思うので、そういうところをいろいろ学んでいきたいなと思います。たびたびすみません。まあ、レギュラーシーズンで着用するこうユニフォームを着てみてご自身の感想をちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、やっぱりすごい何ですかね、着てみてやっぱり、まあ、デザイン的にはもちろんかっこいいですし、まあ、僕もすごい好きなカラーですし、まあこうまあ、着てみてやっぱり僕も何ていうんですかね、すごいNBA に来たんだなという感じすごい感じますし、こういうふうにチームメートも他のチームメートもこういうユニフォーム着てるのを見てたりして、やっぱそういう、まあ、そういう舞台に本当に立ってるんだなって思うとすごい嬉しくなりました、ね。